Halo semua, balik lagi dengan gue Leon. Akhirnya kita sampai juga di episode 6. Jangan lupa dukung terus channelku kawan. Sukai juga videonya. Thank you. 霧隠れの里に侵入した。雲来峡にて8尾を宿す人中力キラービーと対峙するのだった。あんたが8尾の人中力キラービーだ。お前何者だバカ野郎この野郎。お前に言う必要はない。拘束する。お前何様、なぜ俺様捕まえる？その口、耳障り。話は終わりだ。さっさとあんたを倒す。誰が俺様を倒すって？やってみろよ、バカ野郎、この野郎。やるじゃないか。あ、いや。8尾ってのも大したことねえな。十分に気をつけなよ。分かってる。こいつしぶとい。それにまるで本気を出していない。余力を残して魅力が光る。八名が先のキラービーズ様だぜ俺様が。あいやアマテラススラッシュ。その騒がしい口を二度と開くな。千鳥八尾の力を完全に制御するキラービーム。タカは敗北寸前まで追い詰められる。しかしサスケは万華鏡シャリンガンを発動し、黒い炎によってキラー B を気絶させ捕獲に成功した。サスケはコノハ隠れの里への復讐を実行できるだけの力を手に入れたと確信するのだった。約束通り八尾は連れてきた。よくやったな。お前ならやれると信じていた。どこへ行く？まずは傷を癒す。それから木の葉だ。木の葉の連中には必ず思い知らせてやる。俺の痛みを、渇きを、絶望を。そして俺の憎しみをな。Jiraiya tewas dalam pertempuran. Fukasaku, dua kodok agung dari Miyoboku melawan Pen bersama Jiraiya datang ke Konoha guys. Kaget nih si Naruto, Jiraiya meninggal. Tapi berkat dorongan Shikamaru dan Iruka, dia ceria lagi. Tujuannya sekarang membalas dendam atas kematian Jiraiya, jadi dia berlatih senjutsu di Gunung Miyoboku. Latihannya sangat sulit, Jiraiya muda aja nggak bisa berhasil menguasai dengan sempurna, apalagi Naruto ya yang lemot ya. Sesuai ceritanya dulu ya guys, dia kan pantang menyerah tuh, dia berlatih terus dan akhirnya sampai mode Senin.サスケがキラー B を捕獲した頃、ヘインもこの葉隠れの里の襲撃に動き出す。その狙いは最後の人中力であるナルト。ペイン陸道の前に里の精鋭たちが次々に敗北し、里は原形をとどめることなく破壊し尽くされてしまう。ここより世界に痛みを。神羅転生。人々はペインの強大な力を目の当たりにして絶望するが、そこへ異変を察知したナルトが駆けつける。ナルトは変わり果てた里に悲しみと怒りを感じ、ペインとの戦いに身を投じるのだった。一人で俺に挑む。その判断誤ってなければいいがな。絶対にてめえは許さねえ。蹴りつけてやる。来い。この感じ、どうやらお前は仙人になった。イライラ先生と同じよ。ジライア先生だと。俺もジライアから術を学んだ。ジライアは俺に勝つというし、お前にとって俺は兄弟子。同じ死を仰いだ。理解し合える。死は平和を望んでいる。ふざけるな！お前らがやったこれのどこに平和があんだってばよ！火を見て、森を見て、お前には平和の本当の意味が理解できていない。おとなしく捕まる。お前の死は平和へとつながる。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。よっと、俺の師匠、俺の仲間を、俺の里をこんなにしやがったお前を俺は絶対許さねえ。行くぞ行くぞ。しぶといやつだってばよ。やるな。厄介だな、口寄せの術だ。どいつるだか。やるなら今だが。神羅転生。気に決めてやる。影分身の術。戦術は切れたか。終わりだ。Aduh, lovely Hinata. Nanda. Watashi wa Naruto-kun ga. 決着をつけるぞ。What a QB, guys. これはどうだ。Ini triknya kita hancurin batunya dulu ya guys. Kalau nggak kita nggak bisa hit tuh dia. Dia ada udaranya. Bisa di hit. Harusnya pakai ini ya. Dicentang gak ada rasa, bos.想像以上。自爆転生。ここまでとはな。九尾の力、素晴らしいものだな。苦しい。誰か俺を助けてくれ。俺はもうこんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目火影。八本目の尾まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。父ちゃん、俺の四代目が俺の父ちゃん。九尾をお前に封じてからいろいろと大変だったようだね。すまなかった。ずっと聞きたかった。なんでだ、なんで俺に九尾を封じたんだってばよ。お前に九尾のチャクラを封じたのは、その力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時、お前を助けてくれる力になると。この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でもお前なら、俺の息子ならできると確信していた。木の葉の里は潰されちまった。お前の中から見てたよ。それにジライア先生のことも知っている。何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで憎しみにとらわれる。じゃああのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか。それはわからない。ただ理由なき憎しみはないはずだ。結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でもだからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。四代目、教えてくれってばよ。俺ってばどうすればいい？答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。俺はお前を信じている。さて、そろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だがこれで最後だ。どんな時でも俺はお前の味方だよ。頑張れ、ナルト。ありがとう、父ちゃん。俺やってみるってばよ。父に励まされ、暴走から立ち直ったナルトは、ペインの待つ現実世界に舞い戻る。いろんな思いを託されてんだ。この勝負、絶対。俺の願いを誰にも邪魔させる。今こそ裁きの時だ。力を使いすぎた。この俺がここまで行くぜベインこっちだぜ行くぞ螺旋丸まさかここまで行くぞこれからお前たちを操って本体に会いに行く大したやつだそれに気づいているおそらく行くぞ俺は負けられんのだ天聖使いすぎたか今さらあんな術もはやお前に万が一はない諦めろお前こそな俺が諦めるのを諦めろジェー戦いの最中、ペインは自分の目標が平和を生み出し正義をなすことだとナルトに告げる。忍びの世界は憎しみに支配されている。これを変えるには本当の痛みを世界へ知らしめその恐怖で世界を平和に導くしかない。その後、ペインの本体であるナガトの居場所を突き止めたナルトは彼と直接対峙する。そこで交わされたのは憎しみの連鎖を断ち切るための話し合いであった。エロ仙人は俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエロ仙人が信じたことを信じてみる。俺は最後まで師匠を信じる。今さらジライアの言っていたことを信じて何になる。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きていく限りそんなものはありはしない。だったら俺がその呪いを解いてやる。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。いつか本当の意味で人が理解し合える時代が来る。ジライアの思いを伝えられたナガトはナルトを信じることを決意し最後の力でこの赤隠れの里の者たちを生き返らせ果てた。師と兄弟子から託された夢を受け取りナルトはまっすぐに突き進むことを誓うのだった。seperti biasa di akhir chapter, apa yang kita pilih guys? Tentu saja yang terbaik. Setelah berdamai dengan Pain, Naruto kembali ke desa Konoha guys. Karena banyak orang yang udah diselamatin dia, nyambut Naruto dengan meriah. Jadi kalau dulu dia masih kecil ditakutin sebagai siluman rubah. Tapi warga desa sekarang anggap dia sebagai pahlawan guys. Harapan Hokage keempat dan Hokage ketiga akhirnya terwujud supaya dia jadi pahlawan di Konoha. Akhirnya cita-cita Naruto tercapai guys. Dia kan mau diakuin oleh penduduk desa kalau dia itu ada. Tapi sekarang dia udah diakui sebagai pahlawan, bukan sebagai pembuat onar lagi. Akhirnya selesai chapter ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. See you di episode selanjutnya.